肘方勝久は、戦国時代から江戸時代初期にかけての武将、大名、越中犬の主藩主、後のと石崎藩主、下宇佐多合藩主大藩主、肘方晋二の長男、主として織田信夫に仕え、その一時を配慮して、はじめ有料、後、勝久と名乗った。一説によれば、前田利長、前田利政は、勝久のいとこにあたるとされ、 実際に、弟の大田長近が年長に仕えている。肘方氏は、源頼地下に始まる山と源氏の流れを組む家柄であり、父の代から、織田氏の家臣であり、勝久は、織田信長とその次男の信夫に仕えた。天正四年の三世の変では、日置大前良良と共に、田丸城での長野具藤ら北畑はじめ門宿生に関わった。 天正九年の第二次天正伊賀の乱で功を挙げ、天正十二年の小牧、長久手の戦いでは、信夫の命令で、加納の岡田重隆を殺害した。これらの功績から、信夫より、尾張国犬山に四万五千国の所領を与えられた。天正十八年、小田原征伐にも従軍し、野州を行ってきた北条志望の軍と戦い、撃退している。小田原征伐後、 信ぶが開役された後は、豊臣秀吉の家臣として使え、一万国の所領を与えられた。慶長三年、秀吉が死去した後は、豊臣秀頼に仕えたが、慶長四年に家康の暗殺を企てたとして、開役され、王の春永と共にその身柄を、日立国の佐竹義信に預けられた。慶長五年、関ヶ原の戦い前の合図性抜で春永と共に、 その罪を許されて、家康に仕え、いとこの前田都長を東軍へ勧誘する使者を務めた、うにより、同年越中国府市に一万国の所領を与えられた。後越中の所領は、能登国石崎ほか同国内三在所領一万国に改置され、下佐国多後に五千国が加造され、陣屋は多後に移された。晩年は、徳川秀忠の都議となり、秀忠は、 外桜田の勝久邸にたびたびおなりを行った。慶長13年、56歳で死去した。刀喫煙による咽頭の病気が原因と伝える。方法は、幸運院だけただし、長男かつ、諸子の勇士はすでに、伊勢小物藩1万3000国を得ていたため、勝久の医療と家徳は、秀忠の近所ですなわち将軍家の覚えが良かった。次男の優柔が継承した。 三重県三重郡駒野町検証寺に異肺がある。ありがとうございます。